い闘志を静かな瞳に隠しリングに向かいます。チャンピオン、あなたのもとで私は強くなった。だからあなたを超えるのは私の宿命。私の真の力を今こそ見せつけよう。尊敬の礼を込めてあなたにこの言葉を送ります。小川よ、次はお前や。寡黙なフライハイ、沈黙の絶対王者早田であります。選手と一緒に共に練習し、この日本プロレス界保守本流の全日本ノアという流れのテクニックをね、早田選手が吸収して、もう飛躍を果たしましたよね。日本ジュニア界の 1,2 を争う選手になりましたよね。さあ、ゴングが鳴りました。静かな立ち上がりであります。それで小川さんが挑戦するっていうこのことがね、はい、すごいなと思いますね。そうですよね。しかも日本武道館ですからね。小川選手は日本武道館で1995年の9月に世界ジュニアの、ね、ベルトをダニー・クロファット選手から取りましたし、2004年1月には三沢さんと組んで GHC タッグを取りましたから ね。そういう思い出の舞台でこの早田選手の GHC ジュニアに挑戦する。その GHC ジュニアはやはり三沢さんのいたノアからね、ずっとつながれているベルトですから ね。そういういろんな運命を考えると、本当にこの一戦の意味っていうのをね、感じますよね。その年号を聞いただけでも、年数聞いただけでも20年とかそういう感じでしょ。そうですね。いや、小川さんすごいですよね。しかもこの年になってもジュニアの一戦級で戦ってるっていうのは非常にね、本当に小川選手だけですよね、世界見渡しても、まあ、これあのベルトかかった試合ですよ、これ、はい、すごいですよ。以前小川選手の話聞いたんですが、その武道館というのは俺にとっては日常だったというようなことを言っていました。まあ、今では、年に何回かしかできないビッグマッチなんですが、そういった大舞台でこの技術を磨いてきました。そして武道館といえば、先ほど大きな発表がありました。7月16日に日本武道館大会、今年2回目の開催が発表されました。さらには来年2023年の1月1日日本武道館大会も発表されております。それから4月の29、30両国 2days も合わせて発表されました。すごいですね。はい、コメント欄がこれに沸いています。両国 2days すげえ、年2回武道館来た、勢いがすごい。おっとバックドロップで小川がいきなり勝利を、あっと危ない。さあ、それからこの小川選手に対して早田最後の難関というふうにコメント来ておりますが、まさにその通りです。すげえ、これがあるんですよね。小川選手はじっくり攻めようというペースを作っていても、急にね、あのいうバックドロップを見せたりしますからね。すべてこの小川マジックですよね。ファンキー加藤さん、はい、この小川がタイトルマッチに挑戦する、これはもう見応えありますよね。そうですね、あの試合前、お客さん入る前にですね、某選手がリング上で小川選手からいろいろとこうなんか練習つけてもらっていたんですけど、まあ、そういうシーン見てもノアのね、はい、マスターであり教科書でありっていう存在ですよ ね。はい、まさに生きる教科書。さあ、ここでプランチャ ー、 お、早田プランチャーです。これは意表をついたか。いいですね、あのバックドロップで先制されてしまったので、ここで五分に戻そうというね、はい、早田選手もこのままずるずるいかないぞというね、一発でしたね。早田はここ最近で急上昇中、スティンガーに入りまして、ジュニアタッグ王者になって頭角を現しまして、その後シングル王者になり、ここまで V7、7度防衛、おっと飛んでいく、止めろ、いやー、ここも場外、やる気満々ですね。いや、山田さん、思い切っていきましたね。いや、思い切っていかないとベルトを取られちゃいますよ。そうですね、本当にもうこのノアの歴史、全日本プロレスの歴史すべてを体現している選手。だからやっぱりね、ノアファンはやっぱり小川がいるっていうのがすごいね、心の支えになってるますね。それが去年武藤とやったんですよ。そうですね。沸きましたよね。全くこのスタイルの違うところが面白かったですよね。さあ、その小川、先ほどの攻防も見応えがありました。早田が場外への攻撃を狙ったんですが、もうこの技は食わないとばかりに場外に引っ張り込んで、場外で痛めつけました。
なかなか一筋縄でいきません。そこから左腕攻めですよ ね、 そうですね。基本に忠実な左腕攻め、まあ、早田選手に叩き込んだ腕攻めですよね、はい、お前これ返せるのかという ね、 そうですよね。メッセージのようにも見えますよね。青川が試合のペース握っていますが、早田も応戦している。ヒットス投げを打ちます。基本技ばかりなんですが、小川がうまく対処しています。綺麗だ、素晴らしいな。この投げを打ってね、はい、場内が拍手をする、もう30年前の日本道具そのままですよ ね、 そうですね。これは入ってますね。あ、やめた。小川まだだ、はい、小川言っていました。もう誰も挑戦者がいないから俺が行くんだと。そしてまだベルトを取ろうという気持ちもあるし、ちょっとかき回してやろうかなというふうに言っていました。余裕。まあ、そして早田の成長については、彼には今まで彼が知らなかったことを教えた、変わっているとは思うというふうに小川話しています。本当ちょっと大きなことじゃないんですよね。本当料理にこう出汁を効かせるようにね、小川選手が早田選手のね、はい、味を引き出してきたんですよね。あ、ここも巧みに返します。ペース握らせないですね、小川さん。いや、あの一個一個の技の精密さというか、そういうものがすごいなというふうに思いますし、あとその立ち技から寝技への移行のスピードとかもやっぱ速いですよね。確かにその辺の緩急というものを、この辺はもう実戦で掴み取ったものでしょう、小川氏なり、はい、スタンド、グラウンド、そしてラフ、場外、このリング、限られたスペース、あらゆるところを使って有効に攻めるっていうね、プロレスですよね。ここも場外戦を少し交えてまたリングに戻します。この辺りのこの緩急が心にくい小川慶成であります。なんかもうちょっとた例えがちょっとあれだけど、習字習ってて、はいはい、すんごい自分もあの上の方に行ったのに、どうしても先生の字見ると、はい、一生かなわないなと思う時あるけど、ちょっと例えがおかしいですね。いや、でもなんかこう細かいところが違うんでしょうね。なんかこれはビサビとか、おっとキーロック離しません。なんかなんか違うっていう感覚ですよね、多分。そうなんでしょうね。同じようなことをこうしても何かが違うという。あ、おっと、ここはうまく好転して、しかし小川も冷静に対処しています。さあ、ここはキーロックで転がしていく。これも何千回もやったな、2人で。こういう技もね、あの丸藤選手もね、よく使って大きいですよね。ということは本当に小川選手、まあ、その日本プロレス界の基礎ですよね。それがこの攻防に生きてくるというわけですよね。このキーロック自体がもう何十年も前からあるこのプロレスの非常に伝統的な技ですからね。そうですね。もちろん早田選手も抜け出し方を知ってるわけですよ。はい、あ、ここは抜けました。まあ、ちなみに2年前の 1.4 で2人は GH ジュニア王座をかけて対戦しまして、小川が早田からベルトを奪いまして GH ジュニア初体感に成功しています。小川は勝てばおよそ1年9ヶ月ぶり2度目の GH ジュニア体感になります。ここもキーロック、ショートアームシザースです。一方の早田は去年6月に小峠からベルトを奪いまして、およそ半年間で7回防衛。もう小川を倒せば彼の先を行く者はいません。ちなみに GH ジュニアの最多防衛記録は石森泰治が記録している10回です。この試合で早田選手勝って V8 になれば、あの原田選手 V7、 小峠、あの小太郎選手 V7 なので、単独の2位になるんですよね、防衛回数が、ね、つまり記録もかかった試合ですよね。ただその最大の難関、最大の試練がこの小川慶成であります。ちなみにこの2人は 1.4 後楽園で GH ジュニアタッグの防衛戦が控えています。ただ小川はシングルはシングル、タッグはタッグだから関係ないというふうに話しています。さあ早田が取り切りに行く、ロープ上からトレーナーのDDT。さあただ腕を押さえています。先ほどの腕攻めが効いている。ジュニアは試合が多いんですよね、あの4日、はい、5日、6日、7日もそうだないですか。そうですね、4日から、まあ、ジュニアの選手は4連戦ということになります。そして1月の8日には新日本プロレスの対抗戦があるということで、非常に 年始からハードスケジュールになっています。我々も見に行かなきゃいけないから、いろいろと大変ですね。もう時々あの話しかけないでくださいね、会場にジャージで来てる時ありますから。エルボーを見せましたね。そうですね、振り向きざまエルボーパット、これも自然に出てくるでしょうか。スイングしてのネックブリーカードロップです。これも全日本プロレスのよく見られた技。さあアームドロック、
いやすごいな、これだな、技数がすごいですね、スッと入るんだよね、体が覚えてる感じですよね。そうです、アームバーです、アームバーに行きました。これもクラシックな技ですよね、ジャイアント馬場さん、ジャンボ鶴田さん、みんなやってた技ですね。昭和のもう技ですよね、あるけどね。親子ぐらい離れてますよ、年齢がね。はい、大橋選手は55歳ですので、早田選手は34歳です、まあ、普通に考えると34ぐらいの男の子と喧嘩しようと思わないですけどね。あっとね、遅刻いきます、アルバーこの小川の妙義に対して日本武道館は大きな拍手。おーっと、あ、ダメでしょ、ダメです、膝は肩と肘。いやウルさん、小川選手今大きな技あんまないんですけれどもね、なんかちょっとずつ相手のスタミナというか体力を削っていってる感じがすごい上手だなと思いますね、見てて。加藤さん、これ早田としてもこれ気持ち的にきつくなってきますよね、これね。そうですね、本当に底なしんでますね。あと今度は円陣切り、的確に決まりました。ジュニア王座に返り咲くか。この約束の地と言われる日本武道館ですが、小川選手としてみれば自分のね、まあ本当にね、家というかね。そうですよね、ホームですよね。ふるさとですよね。小川が攻め込んでいる、着々とこのチャンピオン絶対王者を追い込んでおります。左手ここからクラッチ実行するとそうですね、厳しくなりますので、その前に早田選手は逃げたいですね。さあじっくりじっくりと攻め続けています。小川は1985年に全日本プロレスでデビュー、ノアの旗揚げメンバーです。ジュニアなんですが、2002年にはあの秋山純を破りまして、 GHE ヘビー級王座も獲得しています。まさに日本が誇るこの日本の至宝、日本の匠であります。日本プロレス界の生き字引ですよ ね、 そうですね。このテクニック一つ一つ本当教科書に書いてあるようなものですからね。さあここはロープワーク、これもクラシックなロープワークです。11のロープワーク、しかしマンハッタンドロップ早田。さあさらに早田が攻撃続けられるでしょうか。あーっとアブグリーカー単発で終わってしまいました。小川選手全く負荷を負いさせないですね。15分経過ですが、ほぼこのチャレンジャーのペースといってみましょう。うわーすごい、これ筋うるさい。今の腕攻めいかがですか。いやもうずっと腕を徹底的に狙ってる感じがありますよね。いやもう使い物がなくなっちゃうじゃないですかね、腕が。おーっと腕がダメなら足でと、うわ距離から行きました。いやもう左手はそろそろやばそうな感じですよ。そうですね、はい、さあこの小川吉成のあり地獄にあまりつつあります。早田地獄から抜け出したい。ここは連続技でいきたいですね。ジョブどうする、どうする早田。まだ左の腕を押さえています。ポーカーフェイスの早田、効いているのかどうかは分かりません。セカンドロップからムーンサルト、さあカウントは1です。まだまだ。さあ次は何だ、トラスキック。間を開けない方がいいですね、このまま。さあ小川に対してエルボーを連発します。トラスキック、池に回った時の小川はどうでしょうか。しかしやられながらもしっかりとカウンターを狙っているでしょう。早田もそれは重々承知しています。さあ一度ドライバー2、思い切った大技、カウンター2。左手突っ押さえてますね。そうですね、やはり左腕のダメージがあるからこうね、少しはねあの連続攻撃いけないですよね。間を作ってしまいますよね。あとレフリーを掴んでいます。小川がレフリーを掴んでこの技を阻止しました。この辺もインサイドワーク、お、早田がハンドスプリット、あっと腕が痛いんだ。まだ狙ってくるんですね、腕を。腕を折ってかも。早田がバランスを崩した。それを見た小川がスピードだ、また腕攻め鉄柱に叩きつけました。もう完全に小川の試合になっています。そしてこれがこれを狙っていたのか、きついなこれ。腕決めのキャメルクラッチ、あこれは早田苦しい。早田どうする、
あ、松木さん、これ早田苦しくなりましたね。髪の毛ね、もうこっちまで痛くなっちゃいます。早田が苦しめられています。 DDT、 もう本気になっています。小川が全てを、全ての引き出し開けてくる。しかしカウント2過労してまだまだ、しかしバックドロップ。小川のこの美しい流れるような試合、カウント2です。早田どうする。しかも左腕攻められてるので、はい、受け身をね左で取りづらいですよね。あ、なるほど。やっぱり恐怖感もありますし、そういうところもねこういうバックドロップ効きますよね。ちょっとこれ頭の中が早田混乱してるかもしれませんね。考えるプロレスっていうのはね、川選手から教えられたものですからね。なんとかその答えを早田選手に見つけてほしいですね。まさに小川のこの千変万化のよう試合運び、七色のこの技を見せていきます。バックドロップを連発する。まだカバーに行きません。もう一発いった。あれ、バックドロップ連発で決着か。肩を上げた小川の表情、おそらくあれは下に行ったんでしょう。決まってたと思ったんでしょうね。今のは決まっちゃうのか。ノアジュニア最強の証がかけられております、日本武道館。これで小川選手のあっと言わせたんで、早田選手チャンスですよ。バックドロップ、こんな着地した。おっと、小川に体を浴びせるようなラリアット。これは珍しいですね。やはりがむしゃらに体を浴びせていきましたよね。それだけ早田選手がもう焦っている証拠ですよね。ただチャンスは続きますここは。さあ、トラスキック、エンズ切り。腕がダメなら足で。小川が大の字。さあ、早田仕掛けていきたい。起こします。左の腕は使い物にならないか。右の腕を使って DDT。 10分が経過しました。スティンガー同門対決、 GAC ジュニアヘビー級選手権であります。さあ、早田がベルトを守り抜くか。ムーンサルトと撃墜された。そして小川が上になっている。今の決まらないと苦しいですね。ダメですね。カウンターのラリアット。これ早田選手普段見せないラリアットですよね。そうですよね。珍しいですね、早田選手のラリアット。いや、これは本当に気持ちでいってますね。さあ、いけるか。フェデック、あ、読まれている。フェデックすっぽ抜けました。そしておっと上になった。あ、早田勝ちました。いや、今ちょっとわずかの隙でしたね、さん。そうですね、もう本当気持ちで抑え込んで、もうこれしかないという、ね、タイミングだったんでしょうね。加藤さん、いかがでしたか。いや、あのね、早田選手決して弱いわけではないんですけど、なんか今日は小川選手の強さというものをこうまじまじとね、まあ、それでも防衛された早田選手、さすがなんですけども、この日本武道館で小川選手 の、ね、この強さを見れたっていうのがすごい嬉しかったです。なるほど、はい、ただはヘデックを返された後も焦らなかった、次の技につなげた早田選手、そこですよね。はい、これ戦略変えています。相手は傭兵と小太郎です。握手しない、握手しないか。小川が納得がいかない。早田が戸惑っています。あ、ベルトを捨てた。どうなるの。タッグベルトを捨てて下がっていく。 1.4 で防衛線組まれてますよ。小川の答えはこれです。敗れた小川、ベルトを捨ててジュニアタッグベルトを捨てて去っていきました。さあ、早田はどうするか。早田3本になっちゃった。早田はシングルとタッグの2冠を、ただパートナーをこれは失ったということになってしまうのか。ゆうさん、どうなりますか。これはどうなるんですか。 1.4 にまず防衛戦すでに組まれておりますので、その試合が成立するかどうかですよね。
今一番しびれる憧れるかっこいい戦いプロレスリングノア月額900円レッスルユニバースで戦いの全てが見放題最先端をひた走る迫力の映像と人間参加と呼ぶべき未曽有のドラマそして鍛え上げられた肉体と技で織りなすスターたちのきらめき今一番かっこいいプロレスを見逃すなレッスルユニバース